木健二は日本の作曲家。宝塚歌劇団の専属作曲家である。妹は宝塚歌劇団卒業生の吉野桜子、長満。徳島県徳島市出身。実家は醸造業を営み、8人兄弟の三男として生まれる。琴や三味線をたしなむ母と、自宅にあった手回し蓄音機の存在で音楽に親しむようになり、徳島県立城北高等学校卒業後、1954年に武蔵野音楽大学作曲科に入学。1959年、宝塚歌劇団に入団。1961年、星組公演、おぼろよ源氏でデビュー。現在に至るまで作曲した数は2000曲以上に上り、主に小原弘俊、岡田圭司、太田哲則、谷正純といった演出家たちとコンビを組んでいる。初期の小池秀一郎作品や柴田有香作品もいくつか手掛け、岡田のロマンチック、レビューシリーズはすべて木の作曲である。また、宝塚歌劇団の代表曲となっている、清く正しく美しく、この愛を永遠に、宝塚フォーエバーなど数々の名曲も担当。宝塚を代表する重鎮の作曲家である。2003年、自身が構成、音楽監督、指揮を担当した、木健二オリジナルコンサート宝塚フォーエバーを開催。2007年、宝塚での長年の功績に対して、菊田一夫演劇賞特別賞を受賞した。年の記載は初演のみ。他多数。ありがとうございます。